はい、こんにちは、下郎です。12月3日に劇場公開されているアリア・ザ・ベネディジオーネを先日見てきましたので、その感想とちょっとした情報についてお話ししたいと思います。このベネディジオーネ、青のカーテンコールと題されている劇場版の最終章となるわけですが、私的には一番好きな作品になりましたね。その主な理由としては、アニメやコミック原作では描かれていなかった部分を回想の形でメインのストーリーにしているから、あたかも本編の続きをね、見ているような感じで楽しめたというところでしょうか。ストーリーについてはネタバレになってしまうため、あまり細かくはこの動画では話さないつもりです。ざっくり言っちゃうと、その姫屋の愛華ちゃんのプリマ昇格の時のエピソードということですね。確かにこの点は原作とかも読んでいた当時、割とあっさりと流されていたので気になっていた点ではありました。それが十数年経ってこんないいストーリーで映画として見られるなんて、ちょっと感動ものでしたね。個人的には自分の動画でもアバターの名前にその愛華ちゃんという名前をお借りしているだけあって、やや思い出もあります。今までも一つの作品の中で、その子供時代を含めたら5回ぐらい髪型をこう変えているという、アニメとしては珍しいキャラクターなんですが、その中でも今回初公開のミドルスクール時代の映画、これがすごく良くてですね、これでずっと、ね、通してみたかったなとか思ったりしました。アリアで出てくるキャラクターの髪型は結構独特なものが多いんですね。でその中では割とおとなしめなデザインなんですけど、ことこの愛華ちゃんに関してはこのスタイルが一番好みですね。それはコミック版、パンフに載ってる、今回買ったあのパンフレットに載っている天野梢さんの書き下ろしのアクアリア3のことです。それはコミック版なんですけども、でそこで描かれているのを見て、あ、改めていいなって感じた次第です。本当にこう天野梢先生のこう書く女の子って好きすん、いいんですよね。好きなんだよな、デザインが。とにかくこのベネディジオーネ、ストーリーともに最高でしたね。作画部分の構成で、気になった点、良かった意味でですね、良かった意味で気になった点についていくつかお話しいたします。まず一つがこうポイントポイントところで、画面をこう斜めのアングルで映していた点ですね。自分の記憶では今まであんまりこういったこの先の中でこういった描写使ってなかったような気がしたんですが、ちょっと再現してみるとこんな感じで、内容は全然違いますけど、イメージとして捉えるとっていう感じです。特に夜明けのシーンでは、朝にこう背景からグッとくる朝の光も加わって、見ててすごく印象残りましたね。これは素晴らしかったな。またゴンドラでの会話のシーンなどで、キャラクターのこうバストアップの絵を映すときに、こう背景のこうフォーカスをこうぼかして表現していた部分も結構見受けられました。こんな感じですね。で、最近の動画では一眼レフの自作、こう動画の自撮りとかでよく見たりするものです。最近では iPhone でも撮れたりはするんですけど、こういうのってもしかしたら以前からあったんだけど、自分が見落としていただけになるかもしれないんですが、よりこう遠近感が出てね、同じアニメってどうしても平面的な絵になっちゃいますけども、それがこう遠近感出てリアルな絵作りになってるなって感じました。劇場の大きなスクリーンだからこそ気づいた部分だったのかもしれません。であとは何といっても夜のシーンかな。それが印象的でしたね。でアリアはどちらかというとこう昼のイメージが強い作品なんですが、ベネチアの街が持つこう神秘的な雰囲気を表現するには夜の方が分かりやすいっていうのはありますね。
で、まあ、アリア自体としてもその、まあ、メインのテーマとしてはこう人々の温かいこう交流をこうそう中心に描いてるっていう部分ではあるんですけど、時折こう不思議系の話も出てきたりして、でそういう時にはただ単に明るいだけじゃなく、こう影であったり暗い部分の使い方も出したりとか、まあ、メロで迷ってしまうシーンであるとか、まあ、運河でこう迷ってしまうシーンだとか、そういった形の時にこう表現を暗い表現を出す時もあったりするんですけども、まああのいわゆるその猫の世界的な、うん、感じのとかですね。で、あの今回はその不思議、うん、で今回その不思議系ではないんですけども、まあ、その夜の部分をこう使うことによってこ うまくストーリーにこう躍動感を与えたりとか、まあ暗いところから明るいところに出すような、そういったこう印象のあるような構成になっているなという気はしました。まあ、当然その絵は作ってらっしゃる方の制作家の意図としてこう出してるんだという気はするんですけども、まあ、それに見事ハマってるなという感じはしたという次第です。音楽面についてはあの前回のクレブチコロの時に、まあ、恐れ多くも少し物足りなかったなどとこう発言をしてしまったんですが、まあ、今回はね、まあ、オープニングとエンディングでまたね牧野由依さん使っていただいた、再登場したっていうことがね良かったですね。でまあ最後にこう一期のオープニングの時のウンディーネをそれで締めてくれたことが本当感謝感謝ですね。確かにあの長期のこう作品では最後の締めに一番最初の時の主題歌を使って過去のシーンを流すといったケースは確かによくあるんですけども、ありがちなんですけども、なんでしょうね、そういった邪心はもう取り払っちゃって、ただただこう最後は感動してしまいました。まあ、その映画の中で一番個人的にうるっとしたシーンはちょっと最後だったっていうのはありますね。まあ、やっぱり15年という月は、うん、長いんですよ。いろいろとこう当時のことを、まあ、その本編に限らずなんですけど、当時のことを思い出してしまうって言ったのもありましたね。うん、一期の放送当時この作品が終わるのがまあ辛すぎて、もっとずっと続いてくれればいいのにと願っていたのを思い出しましたね。それがまさか叶ってしまうとは、まあ、本当すごいなと思います。で、すごいというか、もう私が主張したこの川崎のチネジッタの映画館、こちらの音響が今回素晴らしかったですね。うん、ちょっと特殊なものらしいんですけど、で一番の盛り上がりのシーン、まあ、エンディングに近いシーンなんですけど、盛り上がりのシーンでこう小6クラブの音がグワーッとくるわけですよ。でその小6クラブの BGM がグワーッとグワッときて、こう頭の中をグワッと駆け巡って、まあ、それがまああまりにも心地よくて最高だなって思いましたね。うん、で私自身は普段あんまり映画館来ることないんですけど、あこういうのがこうわざわざねこうシアターに足運んで見るっていう醍醐味なのかなと、うん、今更ですけど感じましたね。さてそんな感動を与えてくれたアリアシリーズなんですけど、なんか最終章って言ってますけど本当に終わっちゃうのかなって思うんですけど、それでいいのって問いかけたくなるんですが、まあ、これどうしたらいいんでしょう。個人的にはアニメってかなり昔から見てる方で、その中でもたくさん好きだったり楽しんだりしている作品は多いです。別にアリア以外は興味がないとか好きじゃないっていうのはまあ全然なくて、むしろ見て楽しむという点ではアリア以上のものはいっぱいあります。最近は Amazon プライムなどのサブスクを使っているので、以前のルスロク時代よりさらに加熱して見てたりしますね。そんな中でどうしてこんなにアリアにこだわってるのか自分でもちょっと理解するのが難しい部分はありました。ただアリアの場合はどうも何かしらの作品を見るというよりは、その世界に入り込むって感覚の方が強いんですよね。昔は深夜アニメの場合ビデオでルスロクして後で見るというのが一般的でした。でもアリアだけは必ずリアルタイムで見てたんですね。放送が始まる数分前にはテレビの前にいて、
始まった瞬間にこうスーッとネオベネチアの世界に入っていく、そんな感覚を味わっていました。それでこの感覚をどう表現すればいいのかなかなか難しかったんですけど、最近ようやくその答えにたどり着きました。つまりアリアシリーズの世界は、というかネオベネチアは私にとってのメタバースだったんですね。メタバースという言葉、今年出始めてきて最近よく耳にすることが多いと思います。でも数年前に実は一時的にこう注目されたのって覚えていらっしゃいますでしょうか。当時私はアニメも題材にしたいわゆるこう趣味系のブログをやってたんですが、その中の一つとしてこうアリアを、絶賛した記事を開催してたんですけど、またちょうどその頃はセカンドライフといったサービスですね、そういったものを中心にメタバースという言葉が出てきた時期でもあったんですね。だから最近になってこのメタバースがまたキーワードとして出てきて少し懐かしい気分になっていました。それと同時にアリアが映画として復活して、で改めてこの2つについてこう考える時間ができたことで、先ほどの結論を出すに至りました。そうなんですよね、ネオベネチアはこれからの人間が希望を持って生活する世界の一つ、メタバースであってほしいんですよ本当に、だからアリアが終わっちゃうと困っちゃうんですね。まあ単なるおっさんのたわごとではありますが、何かの形でこうこのアリアの世界、ネオベネチアの世界が続いてくれることを願っています。ネットなんかでスタッフさんのコメントとか見てると、作り手側の方々もなんかみんな同じように終わった気がしないっておっしゃられてて、ちょっと笑っちゃったんですが、いろいろと事情もあると思いますけど、できたらまた、続けてほしいところですね。またただ願うだけでなく、自分でも、こんな非力なね、自分でも何かできることがあるんじゃないかな、やるべき何かあるんじゃないかなとこう探していきたいと考えています。あのグッズを買って収益に貢献するとかそういうんじゃないですよ、もっとこうクリエイティブな部分でね、なんかできないかなっていうふうに考えたりするんですけど、仮にそのネオベネチアそのものは作れなくても、アリアの世界を感じるような何か生み出せたらいいなっていうふうに思います。今は多分 VR の世界、メタバースの世界でできる可能性はありますよね。そんな妄想を抱きながらこの回はこう劇場を後にしました。とにかくまとめてガーッと言っちゃうと、今回本当良かった、最高でしたということを言いたかったということです。さてここでちょっとした情報、私が行った川崎のチネチッタではアリアに関連したキャンペーンを展開しています。チネチッタのエリアの中にアリアッチというイタリアンレストランがありまして、そちらでアリア・ザ・ベネディジョーネのパネル展示やプレゼントを行っています。ちなみにこのアリアッチ、名前こそアリアなんですが、いわゆるガンダムカフェのようなコンセプトショップみたいなものではなく、ただ単純に本当に名前が似てるだけの一般的なお店です。かれこれ10年ほど前にオープンしてますね。もともとこのチネチッタ自体がイタリアの建築家の設計だとか、ちょっと違ったらごめんなさいなんですけど、聞いたことあって、まるでこうベネチアのようなこう迷路のような構造になって入り組んだりしてるんですけど、でそういった世界にこうアリアという名前の店ができたので、当時はなんじゃと思って、ものすごく気になってはいました。いつかはこうランチで入ってみようと思っててずっと来ちゃったんですけど、今回のキャンペーンを知って、もうこれは絶対行こうと決めていました。なんでこういう流れになったのか少し店員さんに聞いてみたところ、運営が、多分これチネチッターの運営だと思うんですけど、コラボの働きかけがあったみたいですね。でチネチッターも結構アリア推しをしている印象で、前回今回と、映像にあるようにこうドアの入り口にアリアのポスターで固めたりしてますしね。ちょうどイタリアンフェ
アもしているから、まあ、自分のところのこうイメージに合った作品と、まあ、認識していただいているのかもしれません。まあ、そのことも、もうディズニーシーとかね、こう自由が丘にあるこうラビータみたいに、まあ、ちょっとした運河作ってゴンドラ置いて、もうネオベネチアとでも改名しちゃったらいかがでしょうかね。まあ、もう聖地巡礼ということで、はい。はい、あのキャンペーンはあの12月末などでご注意ください。ね、店員さんも感じいいですしね、まあ、イタリアンといってもこう比較的、まあ、リーズナブルでカジュアルな感じのお店なんで、映画帰りに寄ってみてはいかがでしょうか。それではまた。